今回の教えて先生のコーナーは、はい、スコヤの革命って何です。ご質問が、はい、ご質問が来た、はい、ではなく私からの質問なんです今回は。そうなんですか。いいですか、はいはい、全然大丈夫ですよ、何でも聞いていただいたら、はい、はい、で、なぜその革命を知ったか。あ、はい、私がスコヤを買うたわけですね。言うてはりましたね、前買ったって。そうです。ほんでルンルンでこう家でもうサッとこう線を90度にカッとこう引いて、それでトリマー編も7までいってるし、家でもどんどん練習してるんですけど、はい、それでこう測るでしょ、こう深さを。ああ、そうですね、どれぐらい刃出すか、ね、そう、めっちゃやりやすいと思って。そうですね、直角にないとね、やりづらいですから。でね、ある時に5ミリ出したかったのに、はい、なんかよう出てると思って。ああ、ちょっと出てると思ったより、え？で、その時によく見たらこっちがセンチで、はい、裏に1センチより幅が広いメモリがあることに気づいて。ああ、そうなんですよ。そういうで、革命って書いてるんですよ。革命の、直角上位スコヤですね、スコヤがあるんですよ。表はセンチ、はい、裏は革命っていうタイプと、まあ、普通に両方ともセンチ、うん、両方ともセンチもあるわけ。あるんです、はい、知らんかったそうですね、それ知らんと使ってしまうと間違ってしまいやすいですよね、どうしても、うん、はい、そう。だから今多分この革命のセンチと革命についてで、革命の方で今これ刃、はい、測ってもらいますか、はい、こっちが革命、うん、まあ、約10ぐらい、ね、革命で10ね、はい、でこれをセンチのスコヤで測ると、まあ、大体この14ぐらいに出てる。センチでは14、はい、ね、そんだけ、まあ、これだけ誤差があるとね、あるの、はい、作業してる時にそう大惨事になることもあるんで、ね、はい、気をつけないとダメですよね。そう、知っとかんとね、買った時に自分のスコヤが革命がついてるのか、どっちもセンチなのか、皮張った時に、皮張る前に知らないでも分からへんかったわ。そうですね、ちょっと革命の存在する知らなかったからね、まあ、なかなかね、はい、知る機会は多分ない、こんな機会でもなければ知らなかったと思います。そうなんですよ。だからこれ分かってたら最初からセンチで測ってたらいいんですけど、気づかんうちに買ってたりとか。そうなんです、ね、そうしてるとどうしても間違ってしまう、はい、センチで測ったり、はい、革命で測ったりとかすると。だからこれスコヤ買う前の人ぜひ見てほしいね。そうですね、気をつけていただいたら、ね、だからうちの教室では両方ともセンチの直角定規しか置いてないんです。そうですか、まあ、いろんな方で使われるんで、ね、まあ、失敗なるべくしないように、うん、そうやね、分かってたら、まあね、はい、片方革命って分かってたら、そう、分かってたらね、いつも気にしてセンチの方に測ろうと、そうそうそう、いうふうに意識働くと思うんですけど、はい、気づいてないとやっぱりね、間違いやすいです。うん、だから、こういううちでは両方ともセンチの直角定規使ってると、はい、じゃあ革命って何に使うんですか。そうですよね、私のこの直角定規どうしてくれるんやと。そうよ、はい、使い道のないものが付いてるじゃないかと。 今はね、私にはないから、で、ね、はい、でもこの革命は革命で、はい、一応ちゃん、うん、一応とか、まあ、ちゃんと使える使い道があるんですよ。教えてほしいです、はい、ぜひそれ、それをちょっと説明しましょうか。はい、はい、ではこの、円柱、円柱、まあ台を使って説明したいと思います、はいはい、まずこれ、この円柱の材から最大の、角材ですね、はい、を取るっていう時にこれが使える、革命が使える。そうなんですか。どれぐらいのサイズかってこれパッと見てもそう測ってもなかなかわからないですね。なかなかできへんわ、一遍測っていってもちょ、難しい、すぐできへん。でもこれは革命があると簡単、うん、これやってみようと思います。お願いします。まずまあ、これ今もう書いてしまってるんですけど、この直径を革命で測ります、はい、まず革命で測ると。で今見てもらったら、はい、まあ、57ってもう書いてるんですけど、はい、実際57、革命で 57、うん、はい、これが、センチに直した時に57ミリですね、うん、の角材が取れるということです。一辺57ミリ取れるわけですか。取れるわけです、簡単ですよね、うん、まあ、これ丸ずっと同じ直径なんで、はい、裏にちょっともう書いてあるんですけど、はい、今これを、センチで測って、はい、まあ、57ミリですね、はい、測って書いた、へ、角材というか、まあ、角材ですね。ここを測るときはもう角目じゃなくてセンチでここ取るわけですよね。そうそうそう、57ミリ取ればいいんだね。57って角目で測ったら、うん、この一辺57ミリということなんです。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ、すごいね、はい、角目ってそうなんや。だからこの今測ったっていうのはこことここの距離を測りますね、うん、はいはい、革命の距離で、はい、だから、57って書いてあったらこれよりここが、まあ、普通三角形の、うん、ね、こ
ここが1、1やったらこれルート2っていうのを覚えたんですかね。あーなんかやったな、なんで数学で、はい、ここに対して 1.4 ぐらい、はい、まあ1人に1人ごろルート2、はあ、ね、あったね、 1.4 倍のサイズになるんです、うん、だからまあ角目でさっき10測ったら14になってましたね、はい、そうでした、そうでした、うん、ちゃんとなってるね、はい、めっちゃ便利じゃないの。そうなんです、だからこれを知ってるとこの円柱からどれだけの角材、最大の角材が取れるかということがかっこいい、すぐ分かると、すごいかっこいい、ちょっと私のスコヤいいやん、意外と使い勝手があるといいやん、ね、角目かっこいい、はい、そこら辺の普通のスコヤ円柱をね、測って測りましょうか。いいよ、私に任せといて。なんかもう知ったからね。革命で測って。そうです。あとはこっち裏返してこう取ったらいい、ね。そうです。これはウッドロードの、ウッドロードのスコヤではできない。できない。私のスコヤやからできる。だからまあ。めっちゃいいな。よかった。革命ついてるので。革命ついてるのが、まあ、分かってはる上で買ってもらったら。はい、そうですね。そこや。測るときに自分そそっかしくてもうちょっと間違ってしまうわっていう方やったら両方センチの方がいいですし、私もそそっかしいけどね、分かっててまあ角面あるのが分かっとこ、選ばはったらまあそれそれでこれこういう使い道もありますから、そうですね、いいと思うんで、どちらか私も角面木工ってありますからね、そうやけど、それと共に共に歩みます、木工人生、角面と共に円柱を測りながら、はい、任せといて、いっぱい丸太あるもんね、そうですね、ウッドロードいくらでも丸太あるんで、うん、測っていただいて、はい、これ57ミリとか言うてもらったらいいかなと思います、はい、うん、いやほんま進める、健や顔を持ってる人に革命、うん、革命あるんかなしが、まあ、気にしといたことを言って、ちゃんと気にしておいてくださいということですね、はい、まだ持ってない人はこれ見たらラッキー ね、 あ、そうですね、選べるもんね、分かった上で買えると、そう、はい、そうです、まあ、もう行動が広めたいわね、そうですね、これをどんどん広げて、まあ、もう好きな人を増やしていきたいなという、そうです、はい、理念でやっております、はい、はい、ではまだ皆さんからのご質問もどんどん受け付けております、どんどん応募していただければ、はい、先生が何でも答えてくれます、頑張らせていただきます、はい、というわけで今回の教えて先生のコーナー、スコヤの革命って何でした、いかがだったでしょうか、もっといろんな技術が知りたいという方はこちらのリンク先からご覧ください。お届けはウッドロード動画科学教室でした。